この日が来るのを待っていた。念願のヨーロッパ一人旅、全ては心の赴くままに。旅のお供はトーマス・クックの時刻表だけ。いざ出発。アガサ・クリスティの小説で知った豪華列車オリエント急行、その伝統的なルートをたどる私の旅もいよいよ終盤だ。パリを立ち、前回はブダペストまで。ここから列車を乗り継いで、私は最後の行程を楽しむ。ハンガリーの大平原を駆け抜けて、列車は一路東へ。冷戦終結後、人々の暮らしはどう変わったのか。まずはルーマニアだ。人々は明るく陽気で美人も多いという。本当なのか、これも気になるところである。おっと、そろそろ国境だ。ハンガリーから列車は何事もなく入国した。国境のクルティチ駅、ここから私のルーマニアが始まった。調和する緑と家並みに思わず見とれる。まるで絵はがきだ。車内で素敵な女性に出会った。この食堂車を10年間たった一人で切り盛りしてきたアーメッタさんである。料理は全て彼女の手作り。時代は進んでも手間を惜しまず、レトルト食品など使わない毅然としたアーネッタさんに、私は知らず知らず母の面影を重ねていた。旅人を誠意と愛情でもてなすアーネッタさん、彼女はまさにこの列車のお袋であった。座席では一組の老夫婦が手作りのソーセージを黙々と分かち合っていた。なんともむつまじい。二人に比べれば私も妻もまだまだ未熟だ。緑の草原では親子連れがサイクリングを楽しんでいた。見ているだけで心が安らぐ。そして列車は勾配を登り始めた。いよいよ山岳地帯だ。山あいに人々の営みが見えてきた。シニショアラは世界遺産の町。中世からの町並みが美しい。実に広々とした牧草地だ。大地と共に生きる人々の姿が私には新鮮だった。ブダペストから10時間、ブラショフに到着。そろそろ自分の足でルーマニアを感じてみよう。深い森に包まれたブラショフ。緑に調和する中世からの街並みはまるでジオラマだ。作りも色合いも見事に統一されている。ブラショフは13世紀にドイツの移民が築いた歴史の街。その後発展を重ねて、現在首都ブカレストに次ぐ大都市に成長した。しかし豊かな自然は昔と変わらない。